あ、これひでえな。吸い殻。あ、くせえくせえ。はい、こんばんは、ダイです。ちょっと夕方この池に来てみました。もうどこもなんですけど雨で土砂濁りです。ちょっと久々にこのダブルコロラドのスピナーベイトをやってみようと思います。もう土砂濁りの時はもうほんまにバスに気づいてもらわないといけないんで、気づいてもらいやすいようにこう波動の強いダブルコロラドでちょっとやってみます。確かスピナーベイトがバークレーから出てるデックススピナーベイトのダブルコロラドタイプだったと思います。はい、ちょっとダブルコロラとやってみたんですけど、全然ずっと当たりもないです。でむしろちょっと次もう一回ここ来てこの濁りのままだったら、次はメガルドーンをちょっとやってみようかなと思います。まあ今日はもう時間がないんで、もうちょっと帰ろうかなって、あ、まあ帰る前に、まあ釣り場に来た時にその車止めるスペースのところに吸い殻がめっちゃ捨ててあったんで、それをまず拾って釣り始めたんですけど、こっちの護岸側も結構吸い殻ゴミが多いんで、まあちょっとそれを拾って帰ります。ほんと吸い殻が多いな。
まずゴミが多いんですけど、とりあえずちょっと今回は吸い殻だけです。ちょっと一気には無理なので、あ、でもこの糸はちょっとこれは拾っとこう。あ、これはすぐ激しい。今は無理だよ、もうこれ。勘弁してくれ。あ、いててて。いててて。一気な無理です。僕も聖人君子ではないんで、こんな拾えるゴミやつが拾えますけど、だ吸い殻が目立つなと思ったらね、ちょっと吸い殻をちょっとメインで拾おうと思いました。本当にすぐ目につくんで、吸い殻は、まあ、釣り糸までもう一番立ち悪いのが釣り糸ですけど、風が強い。風強だ、風強し。はい、池を移動してきました。ちょっと久々にやるんですけど、ここ何やろうかな。とりあえずまあミドスト系やったり、まあ、ヘビキャロやったりで、あと真夏のドーンパターンもちょっと試したいと思ってるんで、まあちょっとやっていきます。
はい、ちょっとドーンの割引チューンをちょっと巻いていきます。真夏のドーンパターン、いつもよりちょっと例年より1ヶ月以上早いんですけど、まあ、ちょっとやってみます。はい、今日はもう終わります。ちょっとまた来ます。それじゃあご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。